どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、ヘイローバーン3兄弟で何点出るのかっていうことをね、まあ、挑戦してみたいなと思います。前回ね、そういえば笹田バーンって1回も言ってなかったんですけどもね、はい、このヘイローバーンっていうのは、まあ、またの名を笹田バーンって言いますからね、はい、勝手に言ってるだけですけどもすいません、はい。まあ、ということで、まあ、今日はですね、このヘイローバーン3つでですね、まあ、1フレームごとにボールを変えてですね、それぞれ違うレイアウトのボールで何点出るのかっていうことにね、まあ、挑戦してみたいなと思うんですね。で、まあ、それで、まあ、軌道等、まあ、参考にしていただけたらいいかなと思います。まあ、ワンフレームワンフレームごとに違うボールを投げるということはめったにないんですけども、まあ、私のね、まあ、イメージするところを、まあ、言いながら、まあ、前回とねちょっと被ってしまうかも分かんないんですけど、まあ、高得点出せるように、ね、頑張っていきたいなと思いますんでね、ぜひ、参考にご覧いただけたらいいかなというふうに思います。それでは笹田バーン頑張って投げます。3兄弟ご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、ヘイローバーン投げていきたいなと思います。まずはですね、一番最初に手に取ったのがたまたまピンダウンだったので、ピンダウンでいきたいなと思います。何点出るかな。まあ、このボールがね、一番ちょっと縦目に投げたいボールですので、まあ、絞っていきます。このボールはね、はい、先の動きはそんな出ないね。どう、いいんじゃない、いいんじゃない、きたー、 OK、 いい感じですね。はい、まあ、本当にね、先の動きやっぱ出ないですよね。こう絞って絞って投げると、まあ、このピンダウンのヘイローバーンは、まあ、いいのかなと、まあ、いう気がしてますね。よし、次どのヘイローバーンにしよう。はい、じゃあ普段ね一番使ってる、ピンアップで、そして、まあ、ピンアップっていうほどピンアップでもないんですけど、4と2分の1の、ヘイローバーンで、まあ、投げたいなと思います。前回動画撮影してるときこのボールね、薄めばっかりやったんですよね。まあ、いけるかな。まあ、薄めでもねストライクになれば全然 OK なんですけど、はい、よし、まあ、こんなもんか。しゃ、 OK、 イメージ OK。 お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、よいしゃー、きた、ダブル、いい感じですね。やっぱり一番ねこのボールが切れる奥が、はい、今も皆さん分かりましたかね。もう全然動き違いますよね。まあ、使うラインも全然違うんですけど、はい、まあ、それぐらいねボールのもうレイアウトによって全然こう動き方が違うと、はい、で、レーンコンディションに応じてね、どういう、まあ、攻め方、そしてどういうその攻め方に応じたボールは何がいいのかっていうところを選択しながらね投げることがやっぱり非常に大事ですよね。はい、では次は5インチの、5インチ半のピンアップのボールを投げたいなと思います。どうしよう、先の動きがそんな出ないんで外からねちょっと出したいんですよね。 OKOK、 はい、そうします、そうしますっても分かんないね、イメージですからねこれはね。はい、いきます。どう、どう、どう、ああ、よかった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 、きた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 、 OKOKOK、 はい、まあターキー出ましたね。まあ、イメージとしてはね、ピンアップということでやっぱ手前の走りは出るんですよね、私の中ではね。でも先での動きがそんな出ないで、まあ、オイルにねこう当てすぎると、何でしょうね、やっぱ奥のピン、特に7番ピンが飛ばないような気がするので、で、まあ、天ピンもね、まあ、このオイル量だったらですけどね、このレイアウトで全然否定してるわけじゃないんですよ。このオイル量でこのコンディションであればね、ちょっと中のオイルに私の回転量を当てすぎるとちょっと奥のピンの飛びが弱いかなということで、まあ、縦身にしながらなおかつちょっと遅い部分にもこう当てに行ったと、はい、でちゃんと曲がるようにしてあげたっていう感じですね。はい、なので、まあ、タイト目に行くようなイメージですけど、まあ、ピンダウンとまたちょっと違うようなイメージで私はまあ投げてると、まあ、いうことですね。はい、では次はピンダウンで行きましょう。どこ投げてたかこれ覚えてらんないな、僕の記憶力では本当に確かここだったよな。はい、じゃあ行きましょう。これはそんな出さないよ。あ、いいんじゃない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 、あー、天品か、天品か、残念やな。はい、まあしょうがないですね。まあイメージ通りはイメージ通りでしたね。こう縦に縦に行くような感じですね。まあ、手前を起こしてっていう感じですね。はい、よっしゃ、まあ、天品取りましょう、軽く取りましょう。はい、構えたらさっすぐ投げる方式。はい、行きます。はい、 OKOK、 よし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 、全く問題ないですね。
OK。 よし、まあターキーもったいないな。今の完璧だと思ったんだけどな。でもね、まあ、ああいう完璧なラインで入ってバチンときて天品が残るってことはもう合ってないんですよ本当に僕の中では、はい、合ってないので、試合だったら投げません。多分他のボールの方が飛びそうだったら投げません。いくらラインが良くてもね。次は4と2分の1。いいんじゃない、いいんじゃない。うわー、絡んでくれた。あー、よかったよかったよかった。あの薄めでもね、やっぱ絡んでくれるっていうことは、なんていうんですかね、1番ピン3番ピンの間にこういい感じで入ってるんでしょうね。はい、まあ、ピンが飛ぶっていうことはそれだけ合ってるんですよ。僕はもう最近そういう風に捉えてます。はい、ピンが飛ぶってことは、まあ、それだけの理由があるんですよ。はい、なので薄めであえて絡んでくれる、そしてポケットにいて絡んでくれるんであれば、そのライン取りでいきます。まあ、危うく二重でしたけどねちょっとスピード出すぎたかな。さっきよりもちょっと速いですね、やっぱりね。この辺ですね。はい、じゃあ次は5と2分の1のピンアップ上げましょう。当て目なんですけど、ちょっと遅いところで当てていくって感じですね。どうどう。あー、おしゃ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 。あー、いい感じいい感じ、よかったよかった。はい、今の分かりました皆さんね何が分かったかっていう話なんですけど、あのこう曲がってから切れすぎなかったですよね。こらえましたよね。はい、こう曲がって、あの4と2分の1のボールだったら多分ね、あっこからぐんとあの来すぎたと思うんですけど、今の来なかったですよね。多分ね、それがこのレイアウトの良さだと思うんですよ。こういう時にこのこういうこらえてほしい時とか、まあ、そういう時に使いたいボールだと僕の中ではね、正直ちょっと思うんですよ。はい、次はピンダウンで投げます。はい、4インチのピンダウンね。このままだったら10フレの最後、一番今飛ばなそうなボールで投げなきゃいけない。はい、いいんじゃないいいんじゃない。あー、来ましたね。 OK。今の飛び見てたら投げたくなるなどっちやねんってね本当にね、さっきの4フレあれだったのかな、ミスったのかな、ちょっとうちの油が多いところに投げたのかな。今のどうなんだろう、僕分かんない。今の本当にその前の投球と何が違うのかな。ちょっと今の方がフッキング伝えたのかなね、ちょっと分かんないですね。今のは映像見返そう、僕ちょっと勉強したいな。はい、では次は、はい、4と2分の1のピンアップ。これはさっき薄めだったので、ちょっとスピードとかもうちょっと考えながら投げたいなと思います。はい、さっきちょっと速くなっちゃったね。いきます。はい、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。ほら、 OKOK。 あの止まり方いい感じですね。おー、グッとね、本当に本当にいいんですよ、あのヘイロー版。やっぱりね、やっぱレイアウトによって違うね、本当にね。あの止まり方といい、やっぱりこの奥での切れ方といいね、こう楽しいボールですね。このピンアップのレイアウトのこのボールがね、切れ出るな、奥好み、非常に好み。よし、はい、じゃあ次は、5と2分の1、はい、まだ一番よく分かってないボールです、正直。そりゃそうですよ、ボールの癖分かるのもやっぱりね、時間かかりますよ。これで打ったことないんですもん、まだ。いきますよ。あ、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。あー、やっぱりね、ほら、はい、ちょっとスピード出ちゃった。いいんじゃないとか言いながら、はい、やっぱりね、奥の木ではちょっと物足んないですね。レーンを選ぶ。はい、行きます。すぐ投げる。 OK、 取れた。よしゃよしゃ。はい、このすぐ投げるっていうのは本当にいいね。あれからほとんど、まあ、ミスするときもそれはありますけど、ミスの確率が大幅に減りました。はい、まあ、この辺も参考にしていただけたらいいんじゃないですかね。よし、じゃあ最後ピンダウン。あ、これね、テンフレだからといってね、全部投げるあれかね、それぞれでストライク出したらかっこいいですね。そうしよう、これ出せたら
よし、まずはピンダウンですよ。どこだっけな、ここか。あ、じゃあここだ。ちょっと頭悪いな。よし、縦目に行きます。手前で起きて先は切れない。いいんじゃない、いいんじゃない。マジっすか。やっぱりね、やっぱダメ。やっぱりね、4フレで、4フレの天ピンはやっぱりね、あのダメな天ピンでしたね。今のでちょっとセブンテンはちょっとね、僕が悪いのかな。スピードも出たしね。7番ピン取りましょう。よいしょ、ういー、はい。まあ、ということで、はい、まあ、何はともあれ、はい、3球駆使して投げて負けましたけども、235点出ましたね。まあ、このレーンコンディションにおいてはね、やはり一番ピンが飛びそうだったのは、4と2分の1 の、まあ、あのレイアウトのボール、ピンアップのボールがやっぱり一番切れてね、奥のピンしっかり、まあ、飛びそうな感じがしましたね。ピンダウンのボールはやっぱり手前が起き上がって奥がおとなしい分ね、やっぱりこのレーンコンディションにおいては、まあ、ちょっと合ってないかなという気がしますね。道中ね、すごくいいストライクもあったんですけど、やっぱりね、完璧に入って天ピン、そしてちょっと薄めに行って、まあ、甘かったですけどもね、投球ミスもありましたけど、それでも7点になっちゃうということはやっぱりね、合ってないと思うんですよ。で、5と2分の1の、ボールに関してはね、奥の切れがやっぱりすごく甘い、で手前が走って奥がすごく甘い感じなので、やっぱり天ピンが残りやすいかなという印象が今のところありますね。やっぱりね、まあ、レイアウト変えるだけで、まあ、これだけボールの動きが、まあ、変わるんだなということがすごくね、私自身も勉強になりました。同じボールでね、この3球違うレイアウトなんかできるということはめったにないことですしね。で、私のまあイメージですけども、これはね、まあ、前回の動画とまあ被ってしまうかも分かんないですけど、ピンダウンのボールに関してはね、やっぱり外を投げたいなと、外を投げて、打ちミスを、外で手前を起こして打ちを効かしたいとき、まあ、そういうときがいいのかなと。で、手前からちゃんと起き上がって奥が甘くなるので、外ミスがなんていうんですかね、過敏な時とか、外がドーンと跳ね返ってきすぎる時とかもいいかなという気はしますけども、まあ、そういう感じのレーンコンディションの時に使いたいなという印象ですね。5と2分の1に関してはやっぱり手前がしっかり走って奥がやっぱり甘いと。で、普通のレーンコンディションではね、私はあんま投げないかなという感じです。私の回転力であったらちょっと奥がやっぱり寂しいので、天ピン7番ピン残りやすいかなという気がしてます。ですので、まあ、めちゃめちゃ遅くなってね、めちゃめちゃインサイドに入った時とか、打ちミスがこのレーンコンディションまだ効かないなと、でもちょっとこらえてほしいなっていうレーンコンディションの時に使いたいなという感じはします。で、4と2分の1のピンアップのボールに関してはもう普通のレーンコンディションでとにかくハイスコアを出したい時に、まあ、使うという感じですね。ですので、まあ、それぞれ用途がやっぱりありますね。で、まあ、今回ね、良かったからといって、まあ、全てのレーンコンディションにおいてそのボールがいいともこのレイアウトがいいというわけではないので、やっぱり使い分けることが大事かなという感じです。まあ、いろんなね、このレイアウトに関しても、まあ、意見はあるんでしょうけども、私の体感上では、まあ、そういう風な感じですので、まあ、その辺はね、参考にしていただけたらいいのではないかなという気がしております。はい、ぜひね、今回の動画も参考にしていただいて、レイアウトに応じた、そして、ボールをご購入されるときにね、まあ、こういう動きにしたいなということをね、まあ、イメージして開けられるのもいいのかもしれませんね。ぜひ参考にしてください。はい、それでは今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。